12月28日木曜日午後4時52分の日本海はほぼ無風で、海にはうねりは入りますが、ちょっとまとまりに欠ける感じで、乗れる感じでもないですね。こちらもほぼ無風でうねりが入ってきて割れますが、インサイドブレイクですね。潮がかなり引いてます。あー、ここで割れてる。ちょっとテイクオフは厳しいか。こんな感じですね。あ、雲の切れ目がハートになってる。気温は12度ぐらいです。今正面からそよ風程度の風が吹いてくるので、思わずカメラのアイク分手で追いました。明日どんな感じですかね。干潟はこんな感じです。